はい、皆さんこんにちは。トラチャンネル MC のトラです。今回はですね、こちら前回の動画をの続きですね、初心者ガイドをまたやっていきたいと思います。前回がですね、こちらの、あと2マスを残してですね、すいません、選手交代をしてみようというところで、選手交代がサッカーゲーム中にできないということでちょっと止まってしまったので、そちらの続きからやっていきたいと思います。でですね、実はこちらの、先にチュートリアルを終わらせようですかね。こちらを、やろうと思うと、チュートリアルマップの最後ですね、基本練習っていうのが、ここですね。こちらの、チュートリアル2のマップですね。こちらの最後、試合が入ってるんです。多分、ここの試合で、あれかな、選手交代ができるかなというところで、こちらのね、マップを先に進めちゃおうかなと思います。いや、ちょっと、相変わらず、喉が、ちょっと本調子がないんですが、はい、まず1個目ですね。こちらがサッカーボールをゴールにシュートしろと。なんだこれは、これ、基本練習ね。はい。操作方法が2つあるんだと。1回タッチはスピーディーにプレイしたい人向け。2回タッチは慎重にプレイしたい人向けだよと。はあはあはあ。とりあえずサクサクにしましょうね。フィギュアを引っ張ってから指を離すとすぐにショットできるよと。はい。ほっ。おおおお。あ、こういうふうにね、ショットしてボールを押し出すみたいな、そういう感じなんですね。フィールドの空いているところをドラッグしても、なるほど。はい。じゃあ何？で、おお、入った。もう一回やんの？どういうこと？どこでもタッチでゴールを決めよう。ダメだ、これは。こういうことか。はい。説明をよく見ないでやっちまうっていうあるあるの。これで、ここは終わりと。はい。これで獲得が終了と。どうしようかな、じゃあ。とりあえず、試合のとこまでパパッとこうやって、試合のとこまでスキップしましょう。はい。ということで、試合の前までやってきました。ですね、こう、全部、10まで。オーバーライドのところまでやりまして、次が試合ですね。で、この試合中に、選手交代を1回すると、初心者ガイドの、ページの1枚目ですね。あそこが全部埋まることになります。いやー、ちょっと長かったなー、ここまで。まさかね、サッカーゲーム中に、選手交代ができないっつってあそこで止まると思ってなかったから。さあ、これがチュートリアルの最後、試合をしてみようと。で、試合は5対5みたいになるのかな。さあ、キックオフの前に少しだけ機能の説明をするよと。出ました、選手交代。で、メニューをタッチしたら作戦を、メニューで作戦と。
ここぞという時に交代しよう。ああ、1試合につき1回までと。はいはいはい。なるほどね。あれね、メニュー中もね、済んじゃうんだ。オートでも遊べるんだ。いいっすね、このお任せモード。なかなかね、こう、やるのが、時間かかってやばいみたいなのも、よくあるからね。え、これは？これでシュートができるんじゃないか？来ました。アフロディのシュート技。ゴッドノーズインパクト。おお。いやー、ブロック？ザ・ミスト。あー、ブロックされたー。これは、どうなんだ。で、フラッシュダンス。ふっ。二人技なんですね、今のが。ちょっと今のは、面白いな。いや、ワームホール止められるか？止められるか？うーし。失敗してね。あ、そうでもない？よし、成功。よし、止めた。うぅ。一回入るとかと思った。で、一回パス？で、ここで、サイドワインダー。クラマくんだっけ？ヘビ。ヘビのシュート技。さあ、さっきも止められたザ・ミスト。破れるか？よし、突破！そしてバーニングキャッチは、お、シュート成功率 93%。 これはいけるべ。よし、ゴール。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。この相手の行動中に一回ちょっとあれがしたい、選手交代がしたいけど、けどって感じ違うか。ここをこう一回交代して、オッケーオッケー。今なんかされたな。なになになに。あ、今ドモンがボール持ってる。よし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 、オッケーオッケーオッケー。これでこれでね、初心者ガイドのクリア条件も満たしたので、さあもう一回シュート。よし、成功成功成功。よーし、アフロディがゴールを決めた。オッケー、いいねいいね。で、これはどのぐらいやればいいんだ。とりあえずこんなもんかな。はいはいはい。やばいやばいやばい。制限時間があるのかこれ。キラースライド。いや、やられた。ワームホール？これ、止められないんじゃない？うわ、40%？ うわ、やられた。いやー、1点取られた。ゴーエンジ、さすがはゴーエンジ。ライモン中1のエースストライカーだけあるよな。これ前半が終了と。後半もあるのか、これ。じゃあ、後半は、あれかな。とりあえず、後半はカットしようか。はい、とりあえず、後半を終えて戻ってきました。
まあ後半はね、1点もどちらも入れずに終わったということで、2対1で、僕のチームの勝利です。イエーイ、勝った勝った。いやー、終わった、やっと終わった。意外とね、大変だよね、こういう初心者系のチュートリアルって。さあ、これでとりあえず終わったから、初心者ガイドはクリアされているのか。チュートリアルが終わったと。はいはい。え、ちょっと待って、俺選手交代したんじゃない？嘘だろ、まだ終わんないのこれ。え、どういうこっちゃね。え、チュートリアルじゃダメってこと？おいおい、試合まで長えじゃん。これはやらかしですね。終わらなかった。ちょっと郵便をね、チュートリアルをやったことでね、結構コインがもらえたんじゃない。何かもらえた？お、コインがもらえたよ。ということで、1回ガチャって終わりにするか。いやー、マジか、初心者ガイド恐るべき。しょうがない、もう。あー、ガチャあります。10連さあ、何が出るのか。ちょっと確率がね低いから、ゴー。青青青、うー、全部青だけど。おお、これはこれはあかん、終わりだもん、さよなら。全部いいだけど、闇深。いや、ちょ、もう一回やろう、もう一回。もうね、全部使うよ。いやー、これ今の扉のところで演出とかで変わるのかな。さあ、これは赤が1個。うわ、ダメかー、さよなら。まあ、クラマくんの B が出ましたということで、こんな感じで。うわー、まだ終わんなかった、選手交代。もうしょうがないね。まあ、とりあえずこれでチュートリアルは終わりということで。いや、こっからまあゲームを進めていこうと思います。ね。まあ、次の動画は何にするかわからないですが、またね、稲妻 SD で撮れればいいかなと思っております。はい。じゃあね、また次回撮ったらまたそこでお会いいたしましょう。それでは皆さん、バイタイガー。